よし、じゃあ続きやっていきましょう。今度こそ4時間やりたいと思います。まあでもね、これ押すだけなんで、まあ大丈夫じゃないかな。うん。私はね、某雷よけ200回もやった男ですし、まあこういう単純作業、某鬼畜ゲーム何時間もやってるんで、ただボタン押すだけだったら4時間ぐらい余裕なんじゃないかな。うん。なんでこのまま押していきたいと思います。このね、叫び声とブザーの音がくっそうるさいんだけど、これのおかげでちゃんと押せてるかがさ、わかるんだよね。だから何かやりながらでもできるんだよ。うん。スマホゲーやりながらでも、本を読みながらでも、音だけ聞いてれば、まあ、ちゃんと押せてるなってのがわかるんで、いけるんじゃないかな。うん。で、この調子で4時間押していきたいと思いまーす。That enthusiasm. Oh. Keep it up, Stanley. Just 3 hours and 45 minutes left to go. しゃべるんかい。どういうこと？15分とか言ってたよね。15分ごとにしゃべってくれるのかな。それだったらだいぶ楽だけど。よかった、録画しといて。念のため。何かあるかなと思ったけど。もしかしてこれ15分間ごとにずーっと喋ってくれるのかな。どうなんだろう。それだったらかなり楽だけどね。Okay, so clearly you're in it for the long haul. Although I find it hard not to believe you're simply running a program to click the button automatically. ちゃんと押してますよ。その通り、その通り。You can tell me in your post-play test analysis.わざわざそんなこと言いに来たの？本当にこれ15分ごとに収録されてるってことか。これはいいね。ただ押してるだけよりも全然ありがたいわ。心が休まる。だんだんこの赤ちゃんの顔がだってもう憎くなってきたもん。3時間ぐらい経ったらなるかなと思ったけども、30分でもうそろそろイライラしてきたもん。まあでも大丈夫大丈夫。まだ余裕。まだ余裕です。まだ大丈夫です。はい、まだね、今ウェブ漫画見ながらずっと頑張ってるんで大丈夫です。はい、こういう時スマホの無料コミックサイトって便利だね。びっくりした。びっくりした。びっくりした。You're here for the game, for the art, for the endlessly spiraling sense of pointlessness and despair. Yes, this is what drives your every action. Keep clicking that button for hope.For freedom, for science, for love. Don't ever, ever stop. おい、45分の時出てきてくれなかったからさ、もう出てきてくれないのかと思ってたよ。よかった、出てきてちょっと不安だったわ。すっげえハイテンションだったよね。あー、すっげえびっくりしたわ。ちょっとさ、そのペースで15分ペースで来てくんねえかな。寂しくなっちゃうね、この赤ちゃんの声だけ聞いてると。なんか変に洗脳されそうになるんだよね。ずーっとこの赤ちゃんの鳴き声聞いてるとなんか頭の中がおかしくなってくるというか、気分が気持ち悪くなってくるというか。ああ、今の安らぎの声だったわ今。すげえ。ちょっとあるだけでもすげえ助かるね。いやー、15分後また来てくんねえかな。You know, I've been spending the last 2 hours here in Brawlin Ford, and it's occurred to me this game is incomplete. It's missing something.It still doesn't have that oomph. What is it, I thought to myself? What could possibly be missing from this incredible experience? And then in a moment of rapture, as though delivered by angels, it came to me. Before this moment, I was blind. But those days are behind us. I now understand the true manifestation of this game. It needs a puppy. Queen? That's right. This puppy is being lured toward an aquarium filled with nothing but piranha.2番目のかな。はっ、ちょちょちょ、待て。え、ってこと？ This is it, Stanley. Art. I did it. Video games are art. え、え、ちょ待って待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 て、こんな無理ゲーだよ。ちょ待て。When there is such a meaningful game to be played. Chance, mon ami. ふざけんなよ。え、これどうすればいいの？移動しなきゃ絶対無理じゃん。あ、こっからでも押せるのか。え、押せない。あ、結構近づかないと押せない。ちょ、マジで。こんなん無理じゃん。え、これあと2時間続けろってこと？
いやさすがにこれは無理だって。え、嘘でしょ。言葉にできないんだけど。これさすがに無理だぞ。単純に2時間押してるのとわけが違うよ。押してるだけでももうアホみたいに疲れたのに。え、ふざけてんの。え、これ何、え、マジで言ってんの。俺もう無理なんだけど、マジ無理なんだけど。これ何かやりながらじゃ絶対無理じゃん。両手使わなきゃいけないもんね。マジか。おかしくなりそう、これ。これ10分でも大変だぞ。ああ、死んでしまう。これ離れた場所からこっちが押せればまだ、ね、望みはあるけど。一回一回。やばい。押して、行かなきゃいけないんでしょ？これきっついな。Shut up! もう絶対許さねえ、あいつ。覚えときゃ絶対4時間クリアしてやるからね、この野郎。俺の負けず嫌いを舐めるんじゃねえぞ、この野郎。はぁ、イライラする。絶対クリアする。意地でもクリアしてやんよ。Expression must be even stronger now, drinking on Easter Day. Few people on this planet will ever get such an experience. Here, through space and time, the universe unravels itself at your feet. This is the one true meaning of life. お前絶対にってやるからな、この野郎。覚えとけよ、この野郎。This was for 4 hours, but what if you need a start? Think about it. You can just keep going forever. Visitors will come from around the world to see the man who never stopped pushing the buttons. You would be famous. That's what you've always wanted, right? To be famous? That and the surging power of artistic beauty to flow through you for all of eternity. You could have both of these things. We'll talk about it when you get there.神になる男、そうだ。はっ。クリ。あ、進めないよね。動けない。なんで？
めっちゃハッピーエンドっぽくなってるじゃん。でもさ、頭働かねえわ。ずーっともう、何も考えずに、ずーっとボタン押してやってたから、頭が全く働かないわ。やばい。なんかもう一気に疲れが出た。やばい。なんだろう、これなんか涙出てきそう。I love you ってお前。やばい。謎の達成感がすごいんだけど。あ、終わったよ、もう。あったー。もう、超疲れたー。あー、よかったー、クリアできたよ。あー、もう超頑張ったー。やばい、俺もう、今までやってきたゲームの中で一番頑張ったかもしれない。いや、時間的にはそれかもしれないよ、4時間だったけど、最初の2時間はね、もうクリックだけでできたんだけど、最後の2時間がさ、もうほんともう大変でさ、ああ、もうよくできたわ、俺マジで。ああ、ちょっともう、夜遅いんで、あんまり、大声出せないんだけど。ああ、もうよく頑張った、俺マジで。はあ。ちょっと自分で自分を褒めたくなるね、本当にこういうのは。はあ、とりあえずもう録画切って終わりにしよう、一回。多分編集したらね、この4時間も多分、10分、20分にも、ぐらいになっちゃうんだろうね。10分ぐらいになっちゃうかな。なので多分一本の動画じゃ足りないんで、ちょっと残り10分撮らなきゃいけないんだけど、今日はちょっともう、さすがに体力的にきついんで、ここで一回切って、明日残りの後半10分ぐらい撮りたいと思います。いやー、よく頑張ったよ、マジで。疲れた。疲れた。疲れた。It's part of a game. He likes to see how long he can go without dying. So far, he's doing excellent. And if he just stays right where he is, I'm sure he'll keep up that good momentum. Let's observe the genius at work.あ、こっから出なくてもセリフが用意されてるんだ。ほんとセリフ量すごいね、これ。とりあえず、一旦切ります。お疲れ様でした。よし、じゃあ続きやっていきましょう。続きといっても動画の続きになるんですけどね。じゃあ、ビギンザゲームでやっていきまーす。じゃあ次はですね、この先ですね。この先って、なんか、電話あったじゃないですか。あれを取るか取らないかで多分エンディングが分岐すると思うんで、今回は取るパターンをやってみたいと思います。分かってるよ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 。I'm asking for her. 彼女からの電話、これがかかってくるんで、まあ、出ましょうかね。Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. この指示中とも前回というか、まあ同じ動画になるんですけれど、4時間のね、苦難を乗り越えて分かり合いましたからね。うん。4時間やってる最中はもう憎くてしょうがなかったですけど、最後のデレでね、本当に2人とも心が通じ合ったというか、指示中万歳ですね。うん。で、ここの部屋に入ると、このように電話がありまして。はい。You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another,Then pick up the phone. 切なそうな声で電話を取ってくださいと言ってるのに、私はなぜかこの電話線を抜いたんですよね。それ指示中に怒られても仕方ないわな。じゃあ取りますよ、今回は。彼女と通話できるんですかね、あの謎の声また聞けるのか。じゃあ取りますよ。はっ、真っ白な世界。あっ、427号室。Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go.
All right, now, I want you to come in and tell me all about your damn boy. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? What? We want to commit their life to you. I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. どういうこと？しかしなんで4275さんだろう？ホテルの一室みたいな感じかな？じゃあちょっと出ます。Sorry, now. おい！物理法則無視しないで！何ですかこの壁は？とっさに作らないでくださいよ。ドトンかな？よし。ダメなんだね。入らなきゃいけないんだね。ちくしょう。悔しいな。あれ、思いっきり駆け抜けたら抜けるとかそういうことないよね。じゃあ行きましょうか。もう仕方ない。怖いわ、これ。何？マネキンさん。おい、おっぱいしてる。は？え？え？ちょっと待って。Good morning, Employer 427。Employer 427。Press 2。いいわ。キーボード。2を押せばいいの？え、ちょっと待って。その前に探索したいんだけど。椅子が邪魔で入れない。ダメっぽいね。じゃあ2押しますよ。数字の2。よ。Stanley is quite a boring fellow. おい。He has a job that demands nothing of him. And every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. え、どういうこと？プレス H。なんか今回すごいボタンを押すんだね。じゃあサンリーさんは死んでいて、あのボタンを押す作業も、実は、意味がなかったと。はあ、じゃあ H ボタン押しますよ。H すんのかな。Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. 君が指示するからでしょ。Eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. 選択。お前が指示中に従ったからだよって言いたいの？だって君が指示してくるから俺は従ってあげてるのに。何その突き放したような。あ、ちょっと変わってる。仕事場になっていく？生活するスペースがだんだん仕事場になっていく。あ、もう生活が中心が仕事になっていくってことを表してるのかな？よくわからんけど。じゃあ X ボタン。But in his mind, in his mind he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown. Fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work,was a reminder that none of it would ever happen to him. 心の中、じゃあこの世界は心の中ってこと？心の中でだったら自由に生きられるみたいな。指示中の指示も仕方できるってことなのかな。G ボタンでテレビを見る。テレビどこにあるの？こっちの奥かな？とりあえず G ボタン。And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work,He stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. 全てを消し去った。消し去ったのはスタンリーだったってこと？嫌な存在だった。あいつらを消し去ったみたいな？はあ。Please press H to spend time with the boys. 子供いるの？じゃあ H。So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. お、来た！選択！ At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Yeah? Please press T to prepare dinner. どこで食べるんだろう？ここで食べるのかな？椅子欲しいね。だんだんちょっと風景が変わってるような気もするけど、時間は結構過ぎてる。じゃあ T ボタンを押しますよ。 As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. あったね。And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable.はあ、スタンリーの偶話。この役いいな。やっぱりこの生活がどん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 仕事に侵されてるみたいな、そういうことを表してるのかね。台所すらなくなった。しまいにはこの女性も消えちゃうのかな。じゃあ、プレイス2、大きいで、To tell your kids a story。じゃあ、行きましょうか。あれ？ O ボタン。ん？あ、0ボタンかな？ 0。
It was such a wonderful fantasy, and so in his head, he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. はあ、じゃああの4時間やったゲームも、あのクソ長いことは意味があったってことかな。はあ、しかしさ、なんか赤ちゃんルートとかさ、いろいろさ、モニターがたくさんあったルートとか言ってるけど、それ俺が先にやってなかったら全くわかんないんじゃないの一番最初にこのルート来ちゃったらね、え、何のことってことになっちゃうけどね。それとも言ったからこの文章が現れたのかな。とりあえず、じゃあ Please press V to tell your wife you love her。 行きましょうか、どれだけ愛していたか。行きます、じゃあ V ボタン。 But there is no answer. How could there possibly be?In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets. The more he forgets which life is the real one. ボタンを押し続ける生活が支配していった、どんどん。はあ。Please press H to go to sleep. もうしまいには奥さんの存在もなくなっちゃったからね。寝るってことか。ほぼ。ほぼつかもうほぼ 100%?仕事一色になったわけだね。じゃあ H ボタンいきます。And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. 今度は従うな。Please press V to be at work in the morning. また一日が始まるってことを V を押すと。押さないパターンもあるの。じゃあずっと押さなかったら奥さんたちと世界に戻れるのかな。押さないで待ってみる。ちょっと従うなって言ってるわけだからね。指示中に従うためには従わないのが正解なんでしょ。ちょっと待ってみます。しばらく待ったんですけど何もないんで、他のボタン押すのかな。 V 以外のボタン、 G とか A とか S とか E とか X とか。ダメだね。F とか U とか C K。 ダメだ。じゃあ V 押しましょうか。待ってても何もないし、他のボタン押しても進まないなら、もう指示に従うしか私には道がないってことだもんね。いきます。At work in the morning, boy, yeah. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? はあ、まあ従わないとね、進めなかったしね。まあスタンリーは死んでいるみたいなこと言ってたけど、それは肉体的な意味ではなくて、人間としてってことなのかな。仕事人間になりきっちゃってってことなのかな。 Please press A to question nothing。 もうそのボタン押すしかないからね。電話とか鳴らせない、出れない。指示に従えっていう選択肢をさ、指示に従うか従わないか選択肢を提供しときながら片方しか選択できないっていうのはね、ほんと嫌がらせだよね仕方ない。じゃあ指示中の嫌がらせに従おう。じゃあ8番でよ。I suppose I can't. Not in the way I want him to. しようとして。I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. 今度こそ。And I tried again. And Stanley pushed a button. And I tried again. And Stanley pushed a button. Please die. 死ねって。あ、何？ボタン押してないよ俺。押したって勝手に指示して。勝手に動かさないでよ。はあ。なるほどね。まあ、とりあえず殺されてしまったんですけど、この死は本当に死んだのか、それとも人間としてなのかよくわからないけどね。あの天の声は一体何をしようとしてるんだろう。何かを気づかせようとはしてるんだよね。他のエンディング見ればだんだん分かってくるんでしょうか。じゃあとりあえず時間もちょうどいい感じなんで、今日はこれで終わりたいと思います。次回はどうしよう。
次回はとりあえずやってないルートを見ていこうかね。はい、じゃあとりあえず今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。